さあでは行きます。続きでございます。新しいとこ入れた。なんか大砲みたいなのがあるんだよね。エツコ来るんじゃない、タカシは俺が追う。タカシさんどうしたんだろう。またこいつや。てかそれ何その装置。いやこしつこいわ。よし敵は強いからそれなりのいいヒントはあるぞ。これはなんだ。うわ出た、スライドや。スライドを入れないといけない。持ってきてないよね。そうやね、絶対スライドやな。これはこれ映写機で映すんや。オッケー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 。待て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 、あいつがうろうろしとっから一回斧だけ確認して逃げよう。相当強いんですけど。これが光る斧、光る斧、光る斧、もう光る斧にしようか。一回出ます、一回出ます、一回出て、うわ持ってこなあかんのか。ここまで、まあまあまあ、でも全然もう嬉しいですよ。むしろ分かった、分かっただけで。あとこのモヤモヤをライトで消せばいいんやもんね。ずっと消してなかったけど、あれを消せば楽になったんですよ。これこれ。ちなみに青いろうそくは、ちょっと待って、青いライトがない。青いライトもうどこ置いてきた。あれ誰か青いライト、あれどっかも置いてきてるやん。あ、そう。まあいいか。遠回りやけど、行けなくはないので、ちょっとお許しくださいね。あれ青いライトどこ置いてきたっけ。もう使わんわーって、どっか置いたんやったっけ。もう全然記憶にない。青いライトをどこに置いたかが。まあ火力も上がってきたしね、いらんちゃいらないんですけど。アイテムのランが結構パンパンやから、そうか、スライドのところに置いてきたのか、単純に。そやね、よし。さあスライドを移すことで何かヒントがもらえるってことですよね。来い。スライドを差し込んだ。ムービー。これ誰だこの男は。嘘でしょ。これもう一個差し込まなあかんじゃないのこれ。カメラで撮るか。なんのこっちゃこれ。なんのこっちゃろ。組み合わさりそうですよね。なんか左、あれが一郎さんなんじゃないのか。左側が空いてるからもう一枚スライドが、スライド A とかなってたら分かるんすけどね。誰だこの男は。心使う。あ、心や。心使うところじゃないっては言わないんで何も起こらへん。なんでや。指輪で行く。手持ちはもう正直輝き出したよ。で輝き出したよ。これで心を使って指輪の力を、うわぁ、主やと認めただけやからあかんのか。
まで来てる感じがあんのにな。間違ってはいないです、間違ってはね。あれ、アキコ装備なくなってない？なんで？アキコどえらいとこ連れてこられてない。で、この扉、なんで装備なくなってる？いろいろわからんことだらけ。この扉よ。この扉開けれてないやん。ちょっと待てよ。エミ、エミ、エミ自ら飛び込むか。もやもや来い。もやもやが来ねえ。一回ここ出まして、連れてってくれないか。来ない。猛毒来たわ。やっちゃったな。ちょっとどうする、これアキコ連れてこないといけないんですよね。アキコに一人で帰ってきてもらう方がいいよな。しゃあねえなマジで。これが、うわ、なんかちょっと懐かしいな、ここ忘れてるっすわ。どえらいとこ連れて行かれたな、これ。あー、ここや。夏いな。でもまあ近いっすよね。オッケーオッケーオッケー。青いろうそくしかないからあれやけど、ただこいつ火力が、装備を失ってるのなんか知らんけど、なんで装備失うことなんかできないですよね。うわ、どこかされた。どうやって失ったんやろ。やり方が分かんないんですよ、装備を落とすやり方が。そもそもがどうなったんや。何をされた、敵に。敵になんかされた以外考えられへんけどな。まず拾っとくか。懐かしの果物ナイフ。まあここに槍が一応あるんで、よし。あのモヤモヤで飛ばされた場所はヒントなんやろね。逆にそう考えましょうかね。あれはヒントなんだと。あそこにスライドがあるんではないか疑惑。もう一個のスライドが。あと開いてない、鍵開いてないとかもないと。するならば、もうあそこで金の鍵を使うんだという、おぼしめしなんではないかということですね。もう一人連れていくか。とりあえず二人で行くか。
そんなに遠くはないから。はあ、はあはあ、まあ悪やろな。まあ10中8悪、 80% ぐらいの確率はあるかなと僕の中では思ってる。これがまず怪しいんやけど、これが開かへんねんもんね。これが開かない以上はもう一個鍵があるのは確定で、あの鍵なんよ。あのずっと見えてたあの鍵なんよね多分。でその鍵を取るために今多分動いてると思いたい。取り逃しじゃなくてまだ行けないっていうことだと思いたいですよ。頼むマジでこれな。よっしゃ来た。よしこれ4つ目ですよね。これが開いたん。じゃあ金の鍵はいらなくなると。オッケー。うーわフレスコがあるわ。あたたたた消火器とセット。てか最低でもフレスコがある時点でタグッちゃんを呼ばないといけない。よし。でもでも嬉しい嬉しい、マジで。こう進捗がね進むだけでもねほんま嬉しい。あとはあれっすよね、もうダメージ食らいながらでも今のはもう見るしかないですね。消火器なんか用意できひんし、いやほんま鉄格子を開けるやり方がなんていうかゴリ押しのハンマーとかそういうのじゃなくてよかったっていうことで多分違うもんね。まあまだわかんないですけど、今の雰囲気だとこれを攻略していってからっていう話になりそうやのよね。金の鍵が開いてくれた以上はそっちを期待しましょう。おー阪神男久しぶりやんけ。も阪神男めちゃくちゃつらなったやろ俺ら。もう話ならへんで阪神男なんか。ごめんやけどそれ踏まへんかったらいいんや。なんかそうでもねえ。うわっ何これ、なんかおかしくなった。さっさと終わらすぞ。このヒントは非常に大事になってくると思う。7月で来ると思う。もしくは8月7月。映写機は正しい道を指し示す。ほう、正しい道を指し示すんや。あースライド来たわ。見ましたか今スライディースライディー。あんなところにスライディーなもんがありましたよ。オッケーオッケー。たかしに伝えてくれ、外の銅像は押せると。ほう、いやめっちゃ嬉しいけどね。もうアイテムがパンパンやなよ。ちょっと待ってよ、薬はもう使おう。ここは我々薬使いましょう。一回回復してす。薬が余裕ができてきましたね。薬に余裕が。ピッケルはここに置いていこうか。何ねんこれ。よし、スライドを正しい道を指し示すね。スライドはさあ我々一生懸命やってますよ。ほんまに一生懸命探しました。スライド見つかりましたよ。
これで左側のスライドが正しい道を指し示すの意味がわからんが、それはちょっと意味がわかりませんが、まあ今のところ青いろうそくと鉄の棒の使い道もわからない。まあまあいいだろう。ときたー。清水的なアイテム欲しいですね。雑魚が出てくるのうっとし、弱い敵が。うーわうーわ、まだあと1枚あるっていうのかよ。赤ちゃん、間宮一郎と赤ちゃんか。せやねん。あかーん、あかーん、あとスライドまだもう一個ある。これは探さないといけないぞ。外のと、像は押せる、それがヒントやな多分。あの外のやつかな。一回ほらこれか、来た！よし。え？うわあ、軍手やこれ、軍手。軍手やけど、もう行こっかこれ。スライドー！しゃあ！よし、もうギリギリの戦いやマジで。ギリギリの戦いすぎる。よし、でもうまくいってる。初見にしては最短でいけてる感じする。正しい道は3つの思い出によって表される。はい、いやもう遅いやろ言うの。遅いて、茨の中で犬、お前も痛いやろ、絶対お前も痛いわ。よっしゃー、やったー、マジで嬉しい。ほんま、でもほんまにちゃんと表されんだよな。スライドが壊れてそっちに穴とかができるパターンじゃないともう無理やぞ。ちゃんとヒントくれよ、がっつりめのヒント。がっつり食べたいぞこっちは。中華の気分、中華のヒントくれ、頼む頼む。間宮夫人が出るんやろうけど、ほら出たやん、ほらで心か、間宮家の写真、赤ちゃんと夫人のところが燃えている。で、え、心、消火器とかじゃないよな。スライドの光が壁に伸びていく、壁が崩れた、それ、がっつりとしたヒント、それ、求めてたやつ。やったー、来た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 ー。戻ってこう、戻ってこう、戻ってこう。あ、違う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 、戻ってこよ戻ってこよ戻ってこよ。薬箱を左手に、いやー、でかいでかいでかい、やったー、嬉しい、マジで嬉しい。これやこれや、やっぱこのゲームいいわ。ギリギリでなんとかいける、ちゃんとヒントを、ちゃんとダイレクトすぎないヒントをくれている。飛ばしてくれたのとか最高じゃない。飛ばしてくれるのは素晴らしいわ。それでここの扉開け忘れてますって的な、ビリヤードでいうマステ的な、これやで。やったー、信じてた、なんかカプコンを信じてた。すごいわ、ありがたいわ。薬瓶使っても良さそう、この二人も。
ちょっと600、まあ600やったら全然大丈夫か。焦らずとも。よし、剣があるのよ。銀の剣や、来た。ここですよ。アキコさんに銀の剣。そして、高いかかってんで。金の鍵はもうないねん。鍵やろ。嘘でしょ。嘘や。嘘をつくんじゃない。ちょっ。金の鍵はもうないねん。ほんと2個の鍵か。じゃあ2個の鍵やんか。オッケー。じゃあもう金の鍵置いてきていいっすよね。もうさすがにいいと思う。これ2個の鍵であかんかったらことやぞ。じゃああの牢屋の方の謎を解かないといけないですよね。いやー、どうやろうなー。結構開かないんじゃないかという怖さを僕は持ってしまっているが、そんなことないか。カプコンさんやで。カプコンさんそんなことせえへんよ。そんな分かりにくい鉄格子のヒント何にもないもん。そんなことせえへんよ。とりあえず金の鍵と交換しますね。そんなことせんわ。大丈夫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 。ほんま大丈夫やから。そんなこんなロングダークみたいなことならへんと思う。大丈夫大丈夫やから。どけよ俺ら。鍵を穴に刺ささせよ俺ら。邪魔すんじゃねえよ。銀の剣で薙ぎ払ってますよね、ウジ虫を。横薙ぎですよ、もう。ブワーンって。飛び散ってん、多分。いや、頼むぞ、マジで。どけや、こら。心つこだろが。じゃ、マジだ、マジだ。いやー、よかったー。はあ、はあ、よかった、マジで。来た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 、ここや。鍵があったとこでしょ。剣もあるわ。銀の剣や。多分光る斧と銀の剣やったら銀の剣の方が強いと思うんですよね。280。270。なんかええ勝負してんな。なんかもうあんま変わらんな。しよし、この鍵や。やりましたぜ、やりましたぜ。鉄の鍵、これで鉄格子が開くわけね。マジで嬉しいなぁ。これはちょっとマジで嬉しいなぁ。この光る斧やろね。もう思いらんすね。あそこ出てくるポイントっぽいなぁ。まだほら扉閉まってたもん。あかん、先読みしすぎるのは悪い癖やぞ。きっちり、きっちりいこう。ちなみにアコは開かへんよね。鉄格子が開くという説と同時に今ど真ん中の部屋上のアコが開く説もあるよね。
それでもいいっすよ別に。上から目線で申し訳ないけど、それでも全然こっちはもうどっちでもいいっすよほんまに。今どっちでもいいほんまに、寿司でもステーキでも。こっちが来るパターンのやつ、こっちが来ちゃうパターンのやつ来ちゃった。ありがとうございます。全然これはこれでいいんです。あかん、ちょっもう行ってまおう。ほう、鉄格子の方とつながる感じかなこれ。あー鏡や、うわダルルハンマー、これ鏡か、これハンマーのこれいる、これニコの鍵で開くわ。ハンマー頼む、ちょっと置いといて。何これ写真、掃除だけするか。これ綺麗な状態ですよね。薬があって、なんか怖い怖い、またや、またや。えつこどこだ、写真、写真言ってたな、写真言ってたね、倒すためにいるって。一旦ちょっと出て左下行くわ。鉄の鍵、ゴーナイスー、よしナイスース、よし。いやハンマー欲しい、シャオ、うわー、す、砂が飲み込まれる。誰か誰かロープを。流砂的なことか。いやーちょっといろいろいるぞこれ。強靭な。まずでもあの謎解いてからの方がいいよね多分。フレスコ見て、フレスコの説明を見て聞いてからの方が多分いいですよね。それでいこうか。できればハンマー取ってきた方がええよな。ちょ待って、ハンマーどこ置いた、ハンマーもういらんやろ言うて、ハンマーね。いや鏡の裏絶対あるぞ。いやハンマーなー、マミヤ夫人のあの辺やと思うねんな。あん時使ったっすもんね、隠し通路を見つけるのに使った後で。いやちょ待ってくれマジで、ハンマー、ハンマー待ってくれよー。もう一箇所ハンマーあったん、どっか。それも全然思い出せん。まあまあ、とりあえず、行ってみるか。あるやろうけどね、多分。あるやろうと思うんすよね。必要であれば。あと追うものへロープを置いておく。この先の穴に入るなら一人外に残しておけ。ロープを持ってるやつが行った方がいいのかどうかなんよ。
三つ股の矛がある。強いのかどっち、わからんねや、わからんねん。待ってよ、数を300いってるね。うわ、強っ。あーなるほど、ロープで引き上げてもらう以外の方法がないってこと言ってんのか。そういうことか。そういうこと言ってんね。間違った、数を読んでもだ。カズオは無理、いけない。はい、どこだこれ。うわっ、よかったよかった。うわっ、もうだる。なんでこんなことに。まあいいか、これで取っていけばいいのか。風うっとしいですね、風。これでも罪案件、罪とまで言わんか。でも危ないっすよね、板はどんどんなくなっていくもんやし。うまく外してコントロールすればいいのか。まあでも近いっちゃ近いね。とりあえずロープで引き上げて、ロープを持ち替えて、はい、え、ここまで切ってあげようかな。ロープ関係ないじゃんこれ。中までいいのか。誰もいないわけない、いるやん。位置関係が問題なのか。やり方が分かんないんですよ。ロープ、いやだって下からロープは絶対におかしいもんな。これどうやろうのかな。こうでいいのか。から仲間、誰もいない。はぁ、なんかうまくアクセスできない。向こうから行ったらもう絶対お近くになるからダメやんね。なんわかんないけどね、真下でかな。やってる意味はもちろんわかるんすけど、助け方がわからないというか。どうすればいいのこれ。おらんことになってるやん。
もう一回メモ見るか。怖っ、ドクロゴーストや。なんじゃそれ。なんやそれ、ドクロゴースト。知らんぞそんなもん。んじゃお前、あ、硬い硬い硬いわ。だいぶ強い、今までに比べて。逆立ったな髪の毛。これどうしよう、マジ助けられへんっすよ。あと追うものへロープを置いていく。この先の穴に入るなら一人外に残しておけ。そろそろ分かってねえけどね。まあ一回ほなロープ持った状態で降りてみるか。まあロープはまだ取ってこようと思えば取ってこれるから、そういうことでいいのか。でも自分が引き上がれるんやったら外に一人置いとく必要はないじゃないですか。外に一人置いておけのっていうのはロープで引き上げろっていうことやと勝手に思っていたんやけど、なんか違う感じやな。なんかやり方が間違ってる。もっと単純なことなんかもしれないですけどね。セーブすんのがちょっと怖いですね。積む？一回これでいってみる。落ちたでしょ？で、ここにいますよね。まあ一回じゃあちょっとこいつ、ここだけいってみようか。うわ、汚れてるやん。この状態でロープを使う。いや、例えばじゃあ、アキコさんがこう行きました、下にタグッツさんがいる状態でロープを使ったら、え、どういうことマジで。いや、ちゃうのよちゃうのよ、わからないんですよ。どうやったら助けてもらえんのよこれ。はぁ、助け方がわからないです。ロープでやるんでしょ？どのようにロープを投げればいいんだこれは。なんか角にはいけないんですよ。で、こっちに投げるのかな。いやいや、どういうことこれ、マジで、マジでこれ、マジでわかんないっすわ。初のちょっと調べモードやな、これは。これだって、なんか多分間違ってる、僕のやり方が間違ってるんやろうけど、条件がもうないのよね。多分ロープの使い方なんですよ、多分。なんつってたっけ、砂が飲み込まれる、誰か誰かロープをでしょ。お前飲み込まれてないやん。いや、ちょ待って待って、もう
ちょっと待ってくださいね。その辺の穴も同じようになってるんだろうか。いや、めっちゃ怖いけど行ってみるか。同じようになってるわ。キャー助けて、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 キャー助けて。いや、だから登れないんですって。いや、これ積んでるな。うわー、ちょっと戻しも兼ねてちょっとこれだけ調べてきますわ。ロープの使い方がわからないっす。はい、死んだ。いや、ロープさえ使えれば助ける方法はあるはずなんすけど、いや、これわからんわ。これロープ持ってんのに上がれへんもん。こんなことある？よし、じゃあとりあえず戻しやってくる。いや、戻しやっていきたいと思います。では